あなたの心にいるふうトゥトゥトゥはい、というわけでね、今回はあのね、今までもらったマシュマロお返事していこうと思います。まあね、ここ最近ちょっと何ですか、高カロリーっていうか、こうみんなにこう多大なる負荷をかける回が多かったんでね、まあちょっとここらでね、こう平和な回をね挟んでいこうと思いますということでね、まあ、とにかくね、もらったマシュマロの返事していこうと思います。わ、大好き。はい、それでは早速一つ目からいってみましょう。はじめまして、最近動画を見てファンになりました。初対面でこんなことを言うのは失礼だと承知で言わせていただきます。肉ミートにしたら焼肉とかの企業 VTuber になれるのではないでしょうか。焼肉配信をしたり、牛、豚、鶏の試食をしたり、紹介をしたりなど、配信の幅は広がると思います。余計なお世話かもしれませんが、ぜひご一行くださいませ。焼肉、肉ミートってことは割と最近知ってくれてマシュマロくれた人なんでしょうね。なんかね、ちょっと前、なんだっけな、あ、天神琴音ちゃんとのあの壺男のね、コラボ動画で、あの織田信姫ちゃんと3人で焼肉配信をしたいっていうね話をしてたので、ちょっとそれを実現させた後、そこの企業にね直接交渉に行こうと思います。パンツの日ではしゃぐ公式を見ましたか。イルハートちゃんも公式に戻ったら責任者にパンツを見せて営業しろとか言われるのではないかと心配しています。もしそうなったら言う通りにしますか、それとも戦争ですか。逆に聞きたいんですけど、パンツを見せたら公式になれますか。唐揚げにレモンはかけますか。かける派です。でもこの、ね、かける派っていうと戦争が起きがちなので、あの唐揚げ、あのレモンかけない人をほら先に取ってって言って残ったものにブシャーってかける派です。自分はお菓子が大好きで、よく近所のスーパーで買ってきて食べるんですが、イルハートちゃんはどんなバーチャルお菓子が好きですか。なので、ね、砂糖使ってるものは何でも好きなんですけど、なんか強いて言うならチョコレートとキャラメル、あとアイス。イルハートさんはコンパイルハートの非公式バーチャル YouTuber ということですが、うどん派ですか、そば派ですか。そば派でーす。でもね、うどんも美味しいんだよね。どっちも好きです。あなたの心にイルハート。日々の動画撮影お疲れです。お疲れです。終了の危機などいろいろと大変なこともあり、特にお疲れかもしれません。私には着せ替えやファンボックスという形でしかお手伝いできませんが、応援しています。いつもありがとうございます。私にはイルハートちゃんの動画制作の流れは詳しくは知りません。ですが非公式という点を生かし、責任者の言うことをあまり聞かずに、イルハートちゃんの作りたい動画が作れるようになれば一番いいと思います。これからも応援しています。大好き。めっちゃいい人じゃん。ありがとうございます。そうですね、あの着せ替えとか、そうそう、 LINE スタンプとかね、着せ替えとかも発売させてもらってね、またファンボックスもね、まあ、いろんな人にこう支援をして支えていただいております。本当にね、なんだろうなんか急にこういうあったけえの来ると思わなかったっけ。何言えばいいのかな。いや本当にね、ありがとうございます。なんか前もね、ちょっと同じようなこと言ったけど、なんかこうやってね応援してくれる人、まあファンボックスもそうだし、 LINE スタンプとかね、着せ替えとかもそうだし、こうやってマシュマロくれる人、 Twitter でリップくれる人とかね、絵描いてくれる人、みんなのおかげでね、イルハートこうやってね、まだ動画投稿することができるので、これからも皆さんのパワーをイルハートに分けてください。以上。はい、ということでね、今回のマシュマロのお返事ここまでなんですけど、まあね、実を言うと、まあ、今回はあのお菓子のさ、リアルマシュマロにひたすら声をかけ続けるっていう回だったんですけど、なんかさすがにちょっとあの情緒を心配されそうだったのでこんな感じになりました。まあね、こうたまにはこういう平和な回でね、こうイルハートもイルハート
もね、あのバーチャルアイドルっていうことにね、こう気がついてください。改めてね、バーチャルアイドルっていうことをね、分かってもらえたらと思います。まあ、とにかくね、これからもこうマシュマロとかね、いっぱい募集していこうと思うので、お待ちしてます。イルハートは、イルハートの好きなところは好きなところ、好きなところはね、一番はもう顔がいいことですかねありがとうございます。あとはなんだろうな、あとはね、あのね、ここの髪の毛のね、色の変化具合がめっちゃ好きですあとはね、なんかね、割とね、こうみんなが YouTube のコメントとかでも言ってくれるんだけど、イルハート手が超可愛いんですよ。見て、イエイみたいな。まあ見た目に関しては全体的に好きなんですけど、あとはなんだろうな自分の好きなところ、あ、よく食べるところは好きです。あとはなんだろうな、打たれ強いところも好きです。あとはなんだろうな、よく食べるところが好きです。